動画では高野山霊峰館開館100周年記念の特別展、高野山の霊峰展の中をぐるっとご紹介いたします。1200年の歴史を誇る高野山の仏様が一気にこんなにも公開されるのは100周年の今だけ。霊峰館館長様に許可をいただき撮影させていただきました。 YouTuber のカメラが霊峰館に入るのは史上初。この動画は高野山霊峰館特別館内ツアーの中編です。仏師会計の歴史に迫ります。それではご覧ください。さあ、ついに新館に到着です。ここでは高野山霊峰館開館100周年記念大宝蔵展、高野山霊峰100年に一度、もうこんなに素晴らしいものは揃うことでないという展示です。参りましょう。入口から御菩提様がお迎えしてくださっています。では、エプリカなんですけれども、ね、ここまでして、ここは写真を撮って OK なゾーンなので、ぜひ記念撮影してみてください。さあ、ということで早速入っていきましょう。もう始まります。阿弥陀如来様です。このボリュームをまず体感していただきたいのと、横からも拝むことができるんですね。はい、腰もありますね。そこからは会計のゾーンです。はい、はい、あの会計です。もう本当に素晴らしい。もうなんて言ってもこの正面にいらっしゃる孔雀明王ですよ。はい、四天王像と、じゃあ主権王像、そして印象する大将、振り方めちゃくちゃ心臓のね、筋肉付きっていうのもやっぱり会計がらりと、この方がありましたね。2つに分かれると、はい、金剛力士像になります。はい、足のこの親指の持ち上がりとか、あとはこのさっきまではただ太い指だったのが、太いんじゃなくてちょっと筋肉の陰影がつき始めたりだとか、写実的になるっていうのがね、素晴らしいですね。そしてこちらが忍者大将様です。これは三蔵法師様が天竺に行かれてる最中に、砂漠で困ったよって時に助けてくださったというお話があります。すごい面白いのが、おへそに如来の顔がついてる。如来ですかね、だから人ですかね。これはね、謎なんですね。謎ですね。うん、だから如来がいずる瞬間ではないかという見方がね。これはへそっていう場所から出てくるんだっていう不思議な方ですよね。膝元には象がいて、で腕には蛇が巻きつかれていて、で首元にはドクロ、骸骨って言えばいいですかね。これが三蔵法師をまさに守らんとする瞬間の登場シーンですかね。どれで守ろう、それまでね、やっぱあの阻んでいた、邪魔をしていた、はい、この方が三蔵法師を邪魔していたが、6回阻んで、はい、その後に気づいて、はい、三蔵法師がハッとして、はい、分かったなら通してやろうってやつですね。守ってやろうってね。
文化財です。これ弱尿というのはこの毒虫を食べる、そしてこの綺麗な翼を広げるということで、まあ、悪いものを浄化してくださるという役割があるということでよろしいですかね。そうですね、はい、毒蛇とかね、だから勝負ですよね、はい、人間の業を蝕んでくれて、綺麗に羽のようにね、はい、広げて綺麗にしてくださるっていうので、やっぱもちろん仏様自身のお顔、端正のお顔っていうのも素晴らしいんですけど、やっぱりこれは会計さすごいなと思うのは孔雀の表現だなって私は思いました、はいはい、あとは衣の表現ですね。きめ細やかでとっても写実的でありながら尊さも覚えるという、そのバランスがもう素晴らしいですね。かっこいいですね。もう翼をバサッと広げた時の風を感じるようなかっこいい翼。これもこのままこのジェット機に採用されてもおかしくないぞっていう翼の広がり、はい、この地獄手に持ってるのと一つもいろいろ意味があるんですよね。羽を持っていたり宝珠を持っていたりと、美しいです。そうですね、毒を薬に変えるということで苦難や逆に煩悩さえもですね、はい、宝物に変えますよ、福徳に変えますよという、はい、この具現ですよね。そして同時に、はい、この羽の文様が目のように見えるわけですね、はい、その中に仏様をまた他の仏様に囲まれているというような、はい、そういうお姿だと思いますね。ああ、じゃあ結構私はパッと見た時に美しさとか強さを感じたんですけど、それこそまさに仏様がたくさんいらっしゃるっていう。そうですね、美しさだけだったら菩薩でいいわけで、妙王なので強さ、したたかさ、はい、そういうものも必要かな。そして何より図像で多いものが立体化されてるっていう脅威ですよね、うん、そうですね。あんまりまず孔雀明王自体の仏像っていうものが少ないですけども、だからここから今度男女伽藍があって孔雀堂へ参拝していただくと、はい、この方を祀って拝まれてた歴史っていうね、はい、凄さがありますね。ありますね。もう本当にぜひそのコースを味わっていただきたい。嬉しいですね。孔雀の目に吸い込まれそうになります、はいはい、あまりにリアルです。でこちら常設の仏様、四天王像です。これも会計、もしくはその会計の一門の方が作ったと言われていまして、すべてが重要文化財となっております。はい、文化財保護にご協力をお願いいたします。お願いいたします、はい、私も入れとこう。続きまして、高野山の霊峰館100周年記念の高野山の名宝展、続いては運慶ゾーンへご案内します。どんな煩悩も打ち壊し助けてくださる煩悩様と、そのまあ部下といいますか化身といいますか、剣属です。